インディアカ。インディアカはドイツで考案されたニュースポーツで、インディアカボールないしインディアカと呼ばれる羽のついたシャトルコック状のボールをネットを挟んで相対した2チームが互いに手で打ち合う団体競技。ドイツを中心にヨーロッパ諸国及び日本で競技されている。1936年、ブラジル、リオデジャネイロに滞在していたドイツ人体育教師カールハンス・クローン。 が、コパカバーナビーチを散歩中に、ペテカと呼ばれるスポーツを知り、これを持ち帰ったのが始まりである。ペテカは、南アメリカのインディオの間で行われていたとされ、インディアンとペテカの二つの語を組み合わせて、インディアカと命名された。クローンはこれを、レクリエーションのための運動として考案していたが、ドイツ YMCA や、ドイツスポーツ連盟を中心に普及が進み、競技スポーツへと発展した。 1998年よりドイツ体操連盟 DTB がインディア化のドイツ国内選手権を開催している。2000年にはベルリンで国際インディア化協会が設立され、ドイツをはじめイタリア、ルクセンブルク、スイス、スロバキア、エストニア、日本の7カ国が加盟している。日本には1968年頃にオーストリアから輸入され、当時は ピンポンパンと呼ばれた。1970年代に日本レクリエーション協会がドイツのトリム用具としてインディアカを紹介、ドイツ製のインディアカボールを採用し、指導を開始した。1980年、日本インディアカ協会が設立され、以降、同協会を中心に生涯スポーツとして普及活動が行われている。全国スポーツレクリエーション祭の種目ともなっている。 インディアカから派生したスポーツとしては、ラケットでインディアカボールを打ち合うインディアカテニスがある。羽のついたボール、正式名称はインディアカボール。日常的には、羽とかインディアカと呼ぼうて、肘より先を用いて4対4。国際インディアカ協会による国際ルールでは5対5打ち合う。コートの広さはバドミントンのダブルスと同じである。 ルールはバレーボールによく似ており、サーブから始め、レシーブとスアタックの3段構成で敵陣に3回以内でボールを返す。バレーボールと違うのは、片手で羽を打たなければならないことや、肘より先以外の体の部位に羽が触れると反則を取られること、1から3打のいずれかにおいて、羽がネットに触れたら四打までが有効だとして認められることである。 例えば、アタックをネットに引っ掛けた場合においても、四打ち目に相手コートに羽を返せば、反則とならない。最近では、日本インディア化協会は定めた新ルールが広まりつつ、ある。旧ルールと新ルールの大きな違いは、前者が前衛2名、後衛2名であるのに対して、後者は前衛3名、後衛1名であることである。いずれのルールもローテーションは行われる。 21点もしくは18点のラリーポイントで競うことが多い。大会によってはサイドアウト制や時間制で行われることもある。ネットの高さは旧ルールの場合男子、男女混合200センチメートル、女子、シニア185センチメートル、新ルールの場合男子、男女混合215センチメートル、女子、シニア200センチメートルが普通。 インディアカは2001年から世界選手権2002年からワールドカップが開催されている。日本国内では全国インディアカ大会やオールジャパンレディースインディアカ大会がある。愛知県にはレクリエーションインディアカと呼ばれる地域スポーツがある。レクインディアカとも呼ばれ、日本インディアカ協会が公式級とする赤い羽のインディアカボールではなく黄色い羽のものを用いる。 名古屋市では春と秋の年に2回、レクリエーションインディアカ大会が開催されるほか、市民スポーツ祭の種目にも含まれている。ネットは225センチメートルで、必ず3回で、相手コートに羽を返さなければならない。赤い羽のインディアカは1返しや2回でも OK。また、相手コートに羽を返すときはふわっと返さなければならず、攻撃とみなされるような返し方をすると反則を取られる。 愛知県下では、名古屋市以外でもレクリエーションインディアカが行われているが、北半島北部の東海市や大府市、北市、東浦町では、名古屋市とは異なり、インディアカ協会の旧ルールと同様にネット高さは、男子、混合では200センチメートル、女子185センチメートルで赤い羽のインディアカボールを用いる。ルールもインディアカに準じたもので、主なレクドクジルールは、 必ず三人三回。羽のネット接触は一回のみかとされ、その場合は四回まで許容で、相手コートに羽を返さなければならないこと。ジャンプして打ち下ろすアタックが認められないこと。ただし、床に体の一部が接触した状態であれば、アタックか。また、水平より上向きに打ち出す場合は、ジャンプかの2点である。 三市一町のスポーツ部門が合同で主催する大会が毎年6月に開催されるほか、多くは競技者団体の代表者で構成するレクインディアカ運営委員会の自主運営によるもので、あるが各市町にて年あたり1から4回程度のレクリエーションインディアカ大会が実施されている。試合は1セットあたり15点のラリーポイント制が主に採用される。 プライベート大会では1試合10から12分程度の時間制を採用する例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。